はいみなさんこんにちはゆうぼです今日はこの集案を皆さんにお配りしますこの集案は2018年に僕が作ってそこからずっと学校で使っていましたで今回はそれをより良い状態にしてそれを皆さんの手元に届けようという企画ですでなぜそうするのかというとそうすることできっといろんな学校で Google を使っていればきっとこの集案を使って皆さんの生産性が上がるんじゃないかというふうに僕は考えていますので それを今回はお届けします簡単に言うと、えー、楽器を指定して学年クラスを指定してで最初の楽器始めの日の週の月曜日の日付を入力して入力してあと他に特別支援学級とかの名前があったらここに入力をしてこの名簿データにお名前を書いてでここに年間時数データのアドレスも貼り付けてアクセスを許可すると自動的に反映されますそして固定時間割も適当に入力をして その通り自分の通り入力して こちらで固定時間割っていうのを使うと自動的に反映もされてあと時数何時間やったとかあと今まで何時間やったとかあと学期末までの残り時数いくつとかあと年度末までの残り時数いくつとかそういうことも全部出てきますそしてデータは全てデジタル上で管理ができるのでこれがハンコの代わりですもうあの印鑑を押す作業はしなくていいですなぜかそれはここでチェックをした状態で編集履歴を確認すると誰がいつ変更したかというのが全て確認できるようになってます これが証明になるので、印鑑という仕組みはもういりませんので、デジタル上で管理をすることで印刷する時間、紙の無駄もなくしましょう。そして下の方には生徒指導の日付、記録、お名前が出てきたり、分類、怪我なのか生徒指導なのか、そういったところも自分で記入できるようになってます。こちら興味がある人はデータ入手の方法を確認の上、それでゲットしてください。